それは、それおふくろさんです。すいません、失礼しました。あ、もうちょっと、もうちょっとあの奥まで入れて、あ、手使って、あ、もうちょっとあの、し、市民だけじゃなくて、手、もうその右の手を使って入れてくれないと早く漏れちゃうから。はい、すいません、あの、はい、今何時ですか。今ですか。3時15分ですね。3時15分か。あら、はあ、あの時計ちょっと遅れてるわね。え、すいません、ちょっと直しますね。はい、お願いします。すいません、はあ、よいしょっと。運転さん、こちらにどうぞ。はい、どうもお待ちどおさまでした。その椅子の横に座ってください。横に座る、何ですかそれは。椅子に座らせてもらえませんか。横だとちょっと意味がよく分かんないで。冗談が好きで。明るい先生で。お座りください。すいません、失礼します。じゃあ一応お名前の方をね。あの、沢部と申します。沢部と申します。はい、じゃあ受付で会計してください。はい。ちょっと待ってください。あの、いや、何も見てないですよね。え？受付で会計ってちょっと雑談しただけですよ今。何もまだ見てない。見てないですよね。ちょっと見てもらえ、見て、はい、見た、違うんですよ。グッと見たじゃないんですよ。違う、そう、診察的なことです。いや、そうか、そういうことね。すごい体調、すごい体調悪いですよ。どうしました。昨日熱が出て、多分風かなっていう、風かなっていう感じなんですけど。じゃあ薬出しますから、はい、会計してください。あの、ですけど見てないですよね。だから風でしょ。いや、風、それは私の感覚の話ですから。うん、私の肌感といいますか、この風じゃないの、わかんない。それを見ていただきたいんですね。いや、風邪でしょ、本人が。本人のそれは自己申告。自己申告でやります、病院って。え、自己申告は風邪ですけども、そう、ちゃんと見ていただいたら違うんじゃないかなっていうことで来てるんです、病院。どういうふうに思ったの、風邪と。いや、すごい、だから熱が昨日すごい出たんで、うん、で、ちょっと体もだるいし、これ風邪じゃ。勝手にそれ患者が決めちゃダメですよね。医者が見て決めるから。そうですよね。それを今私力説してたんですけども、見てくれって。同じこと私言ってました今。はい、びっくりしますね。見てください。熱あるって。熱ある。ちょっと、はい、ちょっと入って。いて、なにこれ、いて、いて、なにこれ、いて、いて、頭が割れる、なにこの見方。すごい熱ですね。なんですかそれ。いて、風だ。風、どういう判断の仕方かな。薬出しますから。ちょっと待ってください。どこの流派の方ですかあなたは。フリッツ・フォン・エリック。フリッツ・フォン・エリック。それ病院の、違いますよねそれ。ちゃんと見てもらっていいですか。ちょっと喉おかしい。あの、そうです、あの、ちゃんとしたの、の、喉、喉、あーって大きな声で、あーあー、暗くて見えない。見て、ちゃんとじゃあなんかあるでしょ。照らすやつとか。照らすやつあるでしょ。はいはいはい、ああ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 あ、もうドチンコちっちゃい。何バカにしてんだおい。で、家庭用のやつだなこれ。もっとシュッとしたやつあるでしょ、お医者さんの。シュッとしたやつ。家の倉庫を照らすやつだから、それは赤いよきやつ。じゃあ、あの、受付で会計して。なぜそうなります。すぐ受付行かさしますね。あの、もうちょっとなんか見ていただけないですかね。何を見てほしい。あの、あ、だからその、あれじゃないですか、聴診器で。聴診器あったか。聴診器すごいかけてる今。すごい首にありますから。おーじゃないんですよ。いや、聴診、おーじゃないんですよ。アメリカンなリアクションしますね。じゃあ胸開けて。胸開けて、すいません。何の音はせん。はぁ、怖い、体調悪いのかしら。してないから。してないからですね。
それをして、そうです、して耳につけてちゃんと当てない、はい、してるからな、してるから聞こえなくなっちゃっている、よけとこでしてください。していい、していいです、はい、今してで、で、はい、くんどくんどくんどくん、すごくいい心臓。いいんかよ、ダメな間をするから、ダメな表情とダメな間で喋り出すから、いいんですよね。受付で帰ってきて、じゃあじゃないです、ちょっと待ってください、じゃあじゃないです、あなたもずっとよくこれやりますね、あなたもよくわからないお会計、お会計のじゃないですよ、ちょっと待ってください、もうちょっと、なんかもう、ちょ、なんですか、え、怖い怖い、何、あ、目が、あ、これ乾く、ドライアイだよ、ドライアイ、ドライアイですか、ちょっとそれは、これはちょっと目、あんまりそれ分かってなかったですけど、痛い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 、何これ、うるったでしょ、目がびしょびしょ、すごく潤いましたけど、ドライアイってこういうやつ、そうそうそう、乾いてるから少し潤いを与えたわけ、潤いを、ドライアイは治ったのかな、じゃあこれで治ったの、一体入っちゃってるから直に直にうちの皮膚に入っちゃってるんですよ、まあ、めくってやったからね、めくってのめくってのそれはよくないですね、めくってのシャワーよくない、覚えておく、覚えておくよ、はい、書いといてください、めくってのシャワーよくない、めくってのシャワーよくない、書いといてくださいね、よく覚えておいてください、あと何か体がだるい、体だるさもちょっとやっぱあるんです、風から来るやつなんですかね、ちょっとかっけ見てきましょうか、あ、かっけもちょっとそうか、ねえ、ねえ、かっけ見てきますか、足組んで、あ、足組んで、はい、痛い痛い、いや、なんで、こっちでしょ、なんでこっち行っちゃう、私はこっちだ、何その特殊なやり方、私は昔からこっちだ、いや、そんなでしょ、繋がってないでしょ、ここ、ここでしょ、相場は、頭で全部わかる、頭でわかんないでしょ、何にも反応してないでしょ、だって嘘、上がるよ、絶対ここで、上がった、いや、なんすか、ね、なんすか、上がりましたね、かっけじゃありませんね、かっけじゃないですね、うん、上がったじゃないんですよ、ちょっと、はぁ、なんかふざけてます、あなたたちさっきから、じゃ会計、会計じゃないですよ、いや、はぁじゃない、さっきからあんたたちがずっとふざけてるからでしょ、そんな強く叩いてないしね、あんたたちみたいなふざけた医者がいるからね、そう、なんか誤診とかそういう問題が起きるんでしょう、お医者さんはね、患者のその命を預かってるんですから、もっと、なんだその態度、責任持ってちゃんと仕事しなさいよ、志村さんと滝川さん、またやってる、ちょっとちょっと、ちゃんと病室で寝てないとダメじゃないですか、早く脱いでください、もう返してください、本当に病室、非番手志村でしょうがないんだよ、病室、なんだこれ、いつか、ほら、もう、どういうこと、どういうこと、何号室だっけ、305号室ですよ、はい、ちゃま戻ります、先が505号室ね、ちょっと待ってください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 、なあの人たち何ですか、あの人たち、入院患者さん、入院患者かい、もうね、ここでいつも遊んじゃって困ってるんですよ、遊んでんのかい、遊ばれた、びしょびしょですけど、どうしました、びしょびしょ、これドライアイのやつなんですけどね、あの、そもそもは私、風邪気味でね、風邪気味できてるんですよ、じゃあ薬出しときますんで、受付で会計してお願いします、ありがとうございます、結局何この病院結局ねえマスター、はい、抱きたい、抱きたいって聞いてるの、ママちょっと飲みすぎですよ、そんなことないわよ、顔に書いてありますよ、抱きたいって思ってるんでしょ、大人同士だからそういう気分になる時もあるわよね、私も今夜は抱かれてもいいって思ってるの、だから正直に言って、
抱きたいです。いいわよ。じゃあバニラちゃん、マスターに抱っこしてもらいましょうね。はい。うん、いい子。バニラちゃんかわいいね。抱っこしちゃった、抱っこしちゃった。子供作んないでね。簡単に自然体と言いますが、それが何気に難しいんすよ。みずみずしい泡、伸びる、馴染む、毛流れさらっと出来上がる、水感のウィップ、リセフォーメン。なんとなくお笑い動画見て、なんとなく猫動画見て、なんとなく通信制限、どんな人生や。動画音楽好きなだけエンタメシム、驚きの月額料金。共立美容外科、共立美容外科、どこ見てんのよ。共立美容外科。ネット予約はホットペッパーグルメ。君話せるのか。そうだよ。お名前は。そんなことより、ネット予約はホットペッパーグルメ。なぜネット予約はホットペッパーグルメ。ホットペッパーグルメ。リクルート。スリムなのにこんなに肌に優しいの、あったんだ。肌思いがね。スリムなのにドロッとも吸収、サラサラ感続く。敏感肌に優しい肌思い、極薄スリム。新上級職追加、星を貫くグラディエーター、星を導く天文学者、星のドラゴンクエスト、合計4000ジムプレゼント実施中。あ、ガサガサの上に、え、保湿クリーム、そのまんま塗ろうとしてない。保湿の前に角質オフ、ポルチェル電動リムーバーで滑らかにすると長持ちでしょ。ドクターショール、ライフルアップ。いい顔をして仕事へ旅立つあなたが私の自慢です。いい顔つきが仕事に差をつける、ダイハツ新ハイテッドカーゴ誕生。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ねえねえねえ、今度の土日空いてる？なんで？ねえ、温泉行かない？いいね、温泉行きたい。土日か。なんかあるの？彼氏とデートなんだよね。そういうこと言うんだ。いやでも温泉行きたいな。分かった、彼氏の方断る。そういうことくっちゃ。リリーちゃん、女の子ですね。そうなんです、リリーちゃん。あら、あらららら、かわいいね。はい、ありがとうございます。名前なんていうの、これ。リリーちゃんって呼んです。リリーちゃんか、よし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 。
探せ。そんなことなんだよ。あ、によ。今度な、うちの村でもよ、水車小屋作ろうと思うんだ。水車だったあによ。水車だったあによ。あのな、今までよ、みんな粉引くのよ、各々が手作業でやってたべ。その水車小屋っつのがあればよ、村全体の分を機械がやってくれるってことなんだ。そんなことできんのかよ。それできんだ。小屋だ。こんなちっちゃいのかよ。バカたれよ。いや、これは模型だ。俺模作っつんだよ。そんなこと言ってんじゃねえんだよ。これは模型でな、水車小屋の金かかったんべよ。おう、昨日夕べ俺が作ったんだ。これこっちの方が俺んちの方だな。そうだな。そんなことはいいんだよ。でこれ兄よ。だからこれが水車小屋で今説明すっから。こんなちっちゃいのかよ。だからこれは模型だって言ってんだろ。俺模作っつんだよ。バカってん、そんなこと。話聞けよ、おめえら。うん、聞くよ。なんだよ。これがな、水車小屋っつっていいよ。こんなちっちゃいのかよ。だからこれは模型で、ゆうべ俺が作ったの聞きやんですよ、おめえ。俺だって忙しいんだよ。だからその話なんだよ。これなんだよ。だから水車小屋だっつってんだろ、もう。こんなちっちゃいのかよ。だから模型だっつってんの。話聞け。俺、模索だからよ。もうおめえら、わかんねえな。これがな、水車小屋っつっていいよ。ここんとこな、ここんとこによ、冷えとか泡入れるべ。ああ、その穴にかよ。穴にな。そうするとここ川流れてんべ。と川の流れでこの水車がよ、こうやって回るんだ。な、ちょっと見てみろ、ほら。ほら、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 たったんこっとんて。ほら、ほら、自動的に粉引いてくれんだ。ほら、合議だよ。な、この水車小屋があれば、みんなの仕事が楽になるってわけだ。これできんのかよ。それみんなで作ろうと思うんだけど、手伝ってくれっか。やんべや、やんべや、やんべやな。いやー、できたな。やってきたよ。みんなご苦労さん。これで楽できんのかよ、これでな。なあ、楽になるぞ、みんなよ。村長さんよ、早く試すべよ。じゃあよ、クワベちょっと水門開けてきて。任しといてくれ。楽しみだな。みんな楽できんぞ。ありがとうさん、ありがとうさん。おい、みんな流すぞ。せーの、よいしょ。どうすんだよ。水車をよ、もっとちゃんと固定してればうまくいくと思うんだ。そうすりゃできんのかよ。なんとかなると思うんだ。もういっぺんやってみんべや。やんべや、やんべや、やんべや。頼むよ。今度大丈夫かよ。今度は大丈夫だ。
ちゃんと計算したから。な、うん、やってみんべら。試してやるよ。クワド頼むわな。行くぞ。楽的な子でな。いやー、よかった。みんな流すぞ。はい、せーの、おらー、またそんとさんよ、どうすんだよ。あれはよ、うん、水の流れの方向が悪かったと思うんだ。それ直しゃできんのかよ。なんとかなると思うんだ。もう一回やってみんべや。頼むよ。今度は大丈夫かよ。ちゃんと計算したからいいよ、うん、今度は大丈夫だと思うんだ。じゃあやってみんべな、うん、試してみんべ。じゃあすいません。いや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 、これで楽ができんな。ああ、うん、今度は大丈夫だ。